先生のご意志を受け継いで前に向かって進むことが先生にお答えする道と存じます。今月の27日から31日まで21世紀のピアノ教育を考える5日間といたしまして、世界の著名な指導者の皆さんを交え開催をいたしておりますこと、このことを先生にご報告を申し上げたいと思っております。先生は亡くなられましたけれども、先生の意志を継ぐ者というのは霞ヶ関にも大勢おります。また日本中にもこれだけいらっしゃいます。私たちの力を合わせて先生が目指されたものというものを、私もまだしばらくは働かせてもらおうと思っておりますけれども、ご一緒に素晴らしい生涯学習の時代、音楽の時代を切り開いていきたいという決意を今日この場で申し上げさせていただいて、先生のご霊前に捧げることができればと思う次第でございます。一つとして同じステージのない素晴らしい企画となりました。そして皆さん方のご意思のあるあの演奏、お一つお一つが、私はこうしたいんだ、私はここでこういうふうにやりたい、私はこういう音でこういう表現をしたいんだ、ステージをこういうふうに演出したいんだというご意思、意思が見えました。この曲は誠に感動的でございます。本日このようにたくさんの方がお集まりいただいておりますのに、あの福田先生のお元気なお声が伺えないのは誠に不思議な残念な気がいたします。Yasuko Fukuda has enhanced the world. I loved Yasuko Fukuda and consider myself a very fortunate person to have been part of her world. Indeed, she made me a much better person. 私は先生がご自分の人生に対して少し難しすぎると思われること以外は十分満足して長い旅に出られたと信じております。36年前フィナをたった一人で創業いたしましたけれども、現在フィナは約8000名の会員にまで大きくなることができました。支部の方々、委員会の先生方、スタッフのみんなで今では組織の力で運営がすることができるようになりました。創立者である福田康子は亡くなってしまいましたけれども、このような福田康子の気持ちを精神を汲んだみんながまだまだ生きておりますので、皆様と一緒にさらに進化させていきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。